アドモニッシャーの放った一撃はウランゲイル軍とシリルティア軍の戦場に巨大なクレーターを生み出した。最後通帳を受け兵の撤退準備をしていたシリルティア軍の被害は比較的少なかったものの、シリルティアの追撃を行おうとしていたグランゲイル軍の被害は甚大だった。砲撃によるグランゲイルの被害で国土奪還のチャンスと見たネイラーン軍は残存兵力を集結し決戦に備えていた。その動きを察知したグランゲイル軍もまた残存兵力を集結し決戦に備える。このままでは両国の消耗戦となることは誰の目にも明らかだった。そこでアドモニッシャーの威力を切り札にセルディスは両国に停戦を迫る。グランゲイルへは傷ついた同国へ他国からの侵攻を許さないことを条件にネイラーン人による一部の自治を認めさせた。ネイラーンへは一部の自治権とグランゲイルによる略奪を防ぐことを条件にこれ以上戦闘行為を起こさないことを制約させたのである。これらの成り行きを目の当たりにしたシリルティアをはじめとする西方諸国はセルディスらの停戦勧告を受け入れ速やかに兵を引き上げた。ここに数十年の長きにわたり大陸の至る所で続けられていた戦争は姿を消したのであった。この後セルディスたちは平和維持軍を名乗る。そして平和維持軍の睨みのもと議会が開かれるように。